謙信官、世界史家、博士です。ちょっとこの間、生徒のアンケートを取ったら、偉い古代イランが弱かったので、この古代イランについてお話しさせていただきますね。言うて古代イランに栄えた王朝は2つしかない。BC3 世紀成立したパルティアは、AD3 世紀、ササン朝に殺されます。王朝はこの2つしかないんですが、なぜ弱いのか。それは、どこにこのパルティアとササン朝が栄えたのか。イランってどこめっちゃ目印になる。 カスピ海このカスピ海の下南がイランだと思ってねもちろん時代によってそのイランと呼ばれる地域は変化するんですがそもそもまた教科書通りにやるるとどうしててもここって印象薄くなるんですねだから今日はこのイラン高原を中心に歴史を進めたいんですがよろしいでしょうか じゃあ、BC3 世紀、パルティアが成立するまでのイランの歴史を少し復習しておきますね。それは、オリエント世界を初めて統一したあの国、アッシリアの時に、イランは少し歴史の表舞台出てきます。っていうのは、アッシリアがオリエント世界を統一した結果、イランの一部がアッシリアの領土になるんですよ。ところが、このアッシリア、4王国に分かれますね。一つが、エジプト。 第26王朝で、さらには小アジアといいますが、アナトリア、世界最古の金属貨幣を作ったリディアが独立し、そしてあのバビロン補修で有名な新バビロニアで。で、今日注目してほしいのはカスピ海の下イラン高原に栄えたメディアで、メディアはイランを支配するんですね。 イランの古い名前、実はペルシアと言います。そう、このメディアから独立したアケメネス朝ペルシアが、今度はメディアを滅ぼし、リディアを滅ぼし、シンバビロニアを滅ぼし、いよいよエジプトが滅ぼされ、オリエント世界再び統一。そして第三代、ダレオス一世の時に、インダス川で支配する大帝国となります。 ところがこのダレオス1世あのギリシアアテネスパルタなんかとペルシア戦争をしますねでこのペルシア戦争でアケミネス朝ペルシアは敗北しギリシア世界は勝利したんですが勝利したアテンとスパルタの間でペロポネ戦争が起こりそのペロポネ戦争の結果ギリシア世界は衰退最終的にはギリシアの北の方にあったマケドニ王国フィリッポス2世に BC338 年カイロネアの戦いでスパルタを除きコリントス同盟としてギリシャ世界は支配されますそして息子アレクサンドロス大王がアケメン首相ペルシア最後の国を誰を賛参戦を任しアケメン首相ペルシアは滅亡しますそうしてアレクサンドロス大王はオリエント世界とギリシャを一つにしたヘレニズムと呼ばれる時代を作るんですよ つまりイランもアレクサンドロス大王の帝国の一部となるここまでまずイランの歴史よろしいでしょうかではパルティアはいつ成立しますかあのアレクサンドロス大王によってアケミネーションペルシアが滅亡した後彼がわずか32歳で死んじゃったんでその帝国は大きく3つに分かれます アンティゴノス将軍によります、アンティゴノス将マキドニアと、プトレマー将軍によります、プトレマーシ将エジプトと、セレコ将軍によるセレコ将シ,シリア。このセレコ将シ,シリアから BC3 世紀、アルサケスによって独立したのがパルティアです。イランに、イラン人が作った国ですね。このパルティア、アルサケス朝とも言うんですが、このアルサケスの名前から中国名では安息と記されます。 ちなみにこの BC3 世紀アレクサンドル・スタイオが連れてきたギリシャ人が作った国がバクトリアで以前の中央アジアの部分にもつながりますよねよろしいでしょうかではいよいよ同時代史いきますパリティを中心に同時代1から2世紀の世界見ていきませんそれはこの1から2世紀の同時代のキーワードキーマになるのがこの班長です91年西域徒歩としてこの西域を管理した彼がめちゃくちゃ有能で おかげで、この最期非常に広域路発展して世界が一つになるんですが、この班長、実はお兄ちゃんも有名なんですね。お兄ちゃん、実はハンコと言い,いまして、有名な歴史を、干書を記伝体で書いた人物です。当時、中国五漢の時代で、都洛陽なんですが、班長はあるわさくんですね。それは、この洛陽にもたらされた、実はローマからのガラス。ここのパルティアが、実はローマから5000円ぐらいで買ったのに、 5万円ぐらいにして売ってると。で、中国から5千円で買ったシルクもなんかもう50万ぐらいでローマに売ってると。中継貿易、長継貿易って言うけど、まあ、いわゆる転売屋ですよね。だから、この班長は、直接ローマさん取引しませんかよって派遣したのが関って残念ながらもちろん全力でパルティアが邪魔してるんですよ。結果、このパルティアに邪魔されない海の道を伝って、 やってきたとされるのが日大に大神王アントンでアントンとは5検定最後の皇帝マルクス・アウレリウス・アントニウスとされますね実際にマルクス・アウレリウス・アントニウスの使いだったかどうかは確証はないんですが海の道がめちゃめちゃ栄えてたのは事実で例えばこの航海からアラビア海インド洋での貿易が エルトゥラー海案内記としてギリシア人によって記録されてるし、この時代非常に海の道が栄えてるんで、あの南インドにはサータブナ町っていう王朝が季節風貿易で栄え。さらにはこのサータブナ町ある時代、クシャーナ町ありき。クシャーナ町ある時代、サータブナ町ありきなんですが、クシャーナ町実は東西貿易路海路のこの T 字路を中心として、 クシャーナ朝栄、ローマの金貨なんかがクシャーナ朝でも見つかってますね。で、ローマの金貨といえば有名なオケオ。この時代、あれだけ海の道が栄えたんで、遺跡、フナンなんかがカンボジア、クメール人によって、公私国家、港を中心に栄えた公私国家なんかが生まれ、さらにはこの日南が2世紀衰退した頃には、チャム人によるチャンパーなんかがベトナム中部にできたとされます。これがまさに1、2世紀、 見事に貿易によって世界が一つになった時代でこの中継貿易で栄えたのがパルティアですねところがこのパルティアですが残念ながらローマとの交想が続き最終的には3世紀ササン朝に取ってかられますでそのササン朝、パルティアを滅ぼしたササン朝ペルシア国王がアルダシール一世で で、二代目、シャープール一世の時には、クシャーナ朝も滅亡し、そして、あのローマの軍人皇帝、バレアンスを掘るとして、いわゆるローマは三世紀の危機を迎えます。で、この三世紀っていうのは、ちょうど220年、五感が滅亡し、そして四世紀、偶然なんですが、三国時代から、清によって中国が統一される中、 304年4世紀初め5個が侵入し中国は5個16国時代になります。そして偶然なんですが同じ4世紀375年ゲルマン人が侵入してローマも東西に分裂する。いよいよ次の同時代この東西に分かれたローマが6世紀統一されます。南北に分かれた中国も6世紀統一されます。その 最後、同時代を次、パルティを滅ぼしたササン朝を中心に見ていきませんか一応、次で終わりです。いよいよ6世紀、世界がまた一つにつながります。その6世紀、ササン朝ではホスロー一世という人物が即位するんですが、このホスロー一世の宿命のライバルが東ローマ、ビザンツ皇帝、ユスティニアンスで、3世紀の危機を迎えたローマは、 4世紀、ゲルマン人の侵入を375年受け、395年、東西に分裂してました。そして476年、5世紀ですが、西ローマ帝国滅亡し、その西ローマがあった地域には、 アングロサクソン人やフランク族やブルクンド族、そしてエビリア半島には西ゴートなんかが建国してたんですが、イタリア半島の東ゴートとアフリカのバンダロボルシし、地中海を最東一さのがユスティアーズです。そのユスティアーズの宿命のライバルがササンチョウペルシアホスロー一世ですね。このササンチョウですが、5世紀中央アジアに台頭してきたエフタルの侵入を受けてました。ところが6世紀、このホスロー一世は、 トゥルックと書いて EY つければタキバリバリトルコ系の民族、トックツと手を結んでエフタルをサンドイッチ。挟み撃ちしてエフタルを滅ぼしますね。イチゴ挟んだらイチゴサンドですね。ツナ挟んだらツナサンドですね。エフタルサンドイッチ。エフタルこのようから消します。このエフタルの侵入に苦しんで滅んだインドの王朝がグプタ朝で。では、このトックツなんですが、イガイガしたイメージありますか 実はこの突屈ってやらかすのは従前から独立し、中国周辺民族史やりましたが、従前っていうのはあの五個が侵入した後の柄キになったモンゴル高原に台頭した民族ですね。じゃあ、この従前の宿命のライバルが五個と言いましたが、京都、千貧、血京定北半分統一したのが千貧で、南北朝時代がスタートしてたんですね。南では都建港に南朝が続く中、あの隋の要件によって、 589年南北朝が統一されます。ってことは、6世紀っていうのは、あの南北朝が統一された時代に、東西に分かれたローマも統一される。これが実は6世紀の時代なんですが、この6世紀に活躍したのがササン朝ペルシア、ホスロ一世で。 ところが、このホスロー一世、ユスティアスと宿命のライバルと言いましたが、ずっとここで喧嘩してるんですよ。だからみんなここ通るの嫌になって、ぐるっと後海からアラビア海ルートに抜けるようになった。その結果、メッカ、メディナが栄え、メッカで7世紀、ムハンマドがイスラム作り、メディナにひじゅらする中、彼が死に、正統カリク、初代アブバクルが選ばれる。二代目、ウマルの時代に、 ニハーバンドの戦いでササン朝はイスラムに敗北しその後滅亡ではイランはイスラムの支配下に入りイスラム世界の歴史となっていくんですよここまでよろしいでですか。ではイラン高原を中心に古代イランパルティアとササン朝を中心に古代から6世紀までの話をさせていただきました以上ですお疲れ様でした